ソチエタ・スポルティバ・ラツィオは、イタリア・ローマを本拠地とする、サッカークラブチーム。愛称は、ビアンコ・セレスティで、チームカラーは、白と青で、これはもともと陸上競技をはじめとする、複合スポーツクラブとして誕生した経緯から、スポーツの象徴的な存在であるオリンピックにちなんで、オリンピック発祥の地である、ギリシャ国旗に使用される2色を採用したことに、由来する。通称はラツオ。 サポーターはラツヤーレと呼ばれる。ローマとは同じスタリオオリンピコを本拠地とするが、ローマは主としてローマ市内での人気が高いのに対し、ラツヨは広く、ラツヨ州に支持者を持つ。この2チームのダービーマッチはローマダービーとして盛り上がりを見せ、熱狂的なサポーター同士の暴力沙汰や、器物損壊などの騒動も少なくない。 イタリア国内では初めて株式を上場したサッカークラブでもある。リベルタ広場にある創立記念プレート1900年に設立。前身はイタリア人将校、ルイジ・ビビアレッリが創立したソシエタ・ポデスティカ・ラツィオである。1940から1941シーズンのラツィオ1958年にコッパイタリアを獲得。これがクラブにとっての初タイトルであった。 1973から74に初めてスクデットを獲得して以降は低迷しセリエ B とセリエ A を行き来するようになった。また成績面においてもライバルのローマに大きく水をあけられる状態であった。ユニフォームにスクデットが付けられた1974から75シーズンこうした状況を打破するため、1992年に大手食品会社チリオのオーナー、 セルジョ・クラニョッティが会長に就任する。ディノ・ゾフが監督を務めて、以降は上位に顔を出すようにはなったが、当時は、クラニョッティ自身が多忙だったため、1994年には、監督だったゾフにフロントを任せて、ゾフの後任に、ズデネク・ゼーマンを招聘する。1997年に、スベン・ゴラン・エリクソンが監督に就任して、以降は、多くのタイトルを獲得することになる。 1998年に、イタリアのクラブでは初めて株式を上場し、これによって潤沢な資金を得たクラブは、死に者、ミハイロビッチ、イヴァンデラペニャ、セルジオ・コンセイソン、ディアンス・スタンコビッチ、クリスチャン・ビーリ、マルセロ・サラスといったスター選手を次々に獲得すると、戦力が大きくアップしたチームは、優勝争いに加わるようになる。その結果、 1999年には最初で最後の UEFA カップビーナーズカップ優勝、ついで UEFA スーパーカップ優勝、2000年には26年ぶりのリーグ優勝とコッパイタリア制覇とクラブ史上初の2巻を達成するなど大きな成功を手にした。しかし、サッカーバブル崩壊とともに株式上場が裏目に出たことやチリオの業績悪化の影響を受けて、 多くの負債を抱えるようになった。これにより多くのスター選手が遺跡市場に売り出され、ついに2002年には生え抜きでチームのキャプテンでもあったアレッサンドロ・ネスタを AC ミランに売り出さなければならないほどにまでクラブの財政は悪化した。その後、クラニョッティ一族は2003年にクラブ経営から退き、一族の顧問弁護士であったウーゴロンゴが関在人として、 会長職に就任した。クラニョッティによるラツヨの経営が悪化すると2004年に清掃、警備会社等を経営する実業家、クラウディオ・ロティートが買収に乗り出しクラブを買収。会長に就任する。極度の財政難のため緊縮財政を実施しており、補強は極めて限られた財政力で行われている。緊縮財政を反映して選手の給与額を制限し、 大型補強もほとんど行わないため、ラツヤーレからの反感を買うことも多いが、ラツオが多額の負債を抱えながらも生き残っているのは、ロティートのラツワンに追うところが大きい。2005年には1億4000万ユーロといわれる負債の23年の分割払いで税務当局と合意するなど、優れた手腕を発揮した。ロティートはルチアーノモッチーとの信仰が深かったが、その深さが、 あだとなり、カルチョスキャンダルへの関与が疑われた。こうして2006年7月14日、セリエ A の八王朝問題に関連して、セリエ B 降格お及び勝ち点マイナス7点からのリーグ戦開始との判決が下される。7月25日、控訴審判決において、セリエ A 残留、2006から07シーズンの勝ち点マイナス11、 でのシーズン開始と2005から06シーズンの勝ち点マイナス30の判決が下された。後の判決によって2006から07シーズンのペナルティが勝ち点マイナス3に削減された。この事件についてはカルチョスキャンダルの項を参考のこと。2006から07シーズン、クラブには重いペナルティが課されたが、デリオロッシ監督のもとデルビー・ロマーノで 歴史的対象をするなどして、最終的にシーズン3位で UEFA チャンピオンズリーグの出場権を獲得するなど、再生は堅実に進められた。2008から09シーズンは、セリエ A では10位に終わるものの、コッパイタリアを制し、続くイタリアスーパーカップも獲得した。2009から10シーズン、移籍希望を公言したゴランパンデフにロッティートが激怒し、 同様の訴えをしたクリスティアン・レデスマなど主力数選手などと共に戦力外扱いされる出来事がありその影響などから成績不振が続いた2012から13シーズンリーグ戦では7位に終わるもコッパイタリアでは決勝でエースローマとのローマダービーを制し4年ぶり6度目の優勝を果たした二0十五から十六シーズンはベスレー・フートや数年後に FC、バルセロナや、マンチェスターユナイテッドなどから注目を集めることになる、セルゲイ・ミリンコビッチ・サビッチらを獲得。しかし、UEFA チャンピオンズリーグのプレイオフでは、バイエル・レバー空前に敗れ、本戦出場を逃す。怪我人の続出もあり、成績が伸び悩む中、4月3日に、監督のステーファノ・ピオーリが解任され、シモーネ・インザーギが、シーズン終了まで、 暫定監督を務めることになった。しかし、最終的には、セリエ A は8位に止まり、来シーズンの欧州への切符は逃すこととなった。2016から17シーズンは混乱のスタートとなった。7月6日、マルセロビエルサ監督の就任が公式発表された。しかし、約束した選手の補強が果たされなかったとの理由で、わずか2日後に辞任し、 後任に再び、シモーネ・インザーギンがついた。その中で、ルイス・アルベルトやトマス・ストラコ社、元セリエ A 得点王のチーロ・インモービレ等を獲得。シーズンが始まってみると、ミリンコビッチ・サビッチのブレイクや、インモービレが23得点を挙げるなどの活躍もあり、セリエ A は5位でフィニッシュ。ヨーロッパリーグの出場権を獲得した。ラツェオでも、得点王に輝いた。 インモービレスタディオオリンピコ2005から06シーズンはシーズン終了後勝ち点マイナス30のペナルティ2006から07シーズンは勝ち点マイナス3でシーズン開始ストラコシャイチフェリペサンアチルビ33ラズ26ラザリ29ミリンコビッチ21ルーカス6エルアルベルトジュールリッチ19コレア1インモービレ17中選手の国籍表記はフィファの定めた 代表資格ルールに基づく。括弧内の国旗は、その他の保有国籍を、星印は EU 県外選手を示す。10、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。10、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。ありがとうございます。